皆さん、こんにちは。ハワイのナビゲーター、アロハちゃんです。今日は視聴者さんリクエストで、ハワイのデニーズで食べられるシニアメニューを紹介します。日本でおなじみのファミレス、デニーズですが、もともとアメリカ発祥のファミリーレストランです。ハワイにも数店舗あって、動物園の目の前、カパフルアベニューと、クヒオアベニューの角にあります。デニーズでは、55歳以上を対象とした、シニアメニューというものがあります。通常メニューの料金より、お安くいただくことができるので、これを上手に利用している人が多いです。お店によって設定年齢が違うのですが、デニーズは55歳以上が対象となっています。シニアというにはまだ早い気もしますが、スタート年齢が低いのはありがたいですね。というわけで、シニアメニューが頼めるお友達と一緒に、デニーズに行ってみることにしました。ここは動物園の駐車場が使えるので、お車でも行きやすい場所になっています。横断歩道を渡るときは、このボタンを押します。この通りを山側へ行くと、以前レンタル自転車で行った、レナーズベーカリーがあります。よかったらそちらもチェックしてみてください。信号が青になったので、横断歩道を渡っていきます。じゃーん。こちらがデニーズです。このデニーズは比較的新しく、2018年頃、何もなかった場所に新築されました。動物園も近いので、まさにファミリーで来れる場所になっています。外にはテラス席もあって、天気の良い日は、こちらで食事をすることもできそうです。今は午後3時ぐらいで、一番お客さんの少ない時間だと思います。それでは早速、入店してみたいと思います。ハロー。ウェルカム。デニーズ。ザ・ファミレスって感じです。店内はハワイの写真が飾られて、想像したよりハワイらしいお店になっていました。オールドアメリカンの雰囲気もあります。テーブルに案内されました。早速メニューが到着し、美味しそうな写真が見えています。表紙には新商品で、ホットケーキやワッフル、目玉焼きなどがあります。店内は少し懐かしい、オールディーズの音楽が流れています。日本では写真付きのメニューが当たり前ですが、ハワイでは、こんなに写真がしっかりしてるメニューは珍しいです。最初のページは朝食メニューなのですが、とても美味しそうです。ベリーのワッフルは16ドル79セントです。今日は視聴者さんからシニアメニューについて教えてほしいということを聞いていましたので、それを探しています。シナモンシュガー、パンケーキパッキーズ美味しそう。パンケーキ以外にもハンバーガーなども充実しています。通常メニューのお値段は15から17ドルぐらいです。いろいろ食べられるのがファミレスって感じですね。メニューのページ数は8ページぐらいあって結構充実してます。何にしようかな。ステーキは20ドル前後ですね。後ろの方まで進んでいくと55プラスと書かれたシニアメニューが出てきました。別メニューになっているのかと思っていましたが、通常メニューの最後のページにありました。55歳以上の方のみ注文できるメニューで、全部で7種類もありました。順番に見てみましょう。シニアメニューのオムレツは、9ドル49セント。スクランブルエッグス&チェダーブレックファーストは、8ドル99セント。卵、ベーコン、
ソーセージとトーストセットのスターターは8ドル59セントです。グリルドチーズサンドイッチ&スープは8ドル49セントです。種類がたくさんありますね。こちらに行って、ワイルドアラスカサーモンは11ドル99セント。美味しそう。それからカントリーフライドステーキは10ドル99セントです。そして最後はグリルドマヒマヒで12ドル19セントでした。どのメニューもだいたい10ドル前後といった感じです。普通のメニューと比べてみます。全く同じメニューというのはないのですが、例えばシグネチャーブレックファーストのカントリーフライドステーキ&エッグは18ドル79セントです。サンタフェシズリン、スキレットは16ドル29セントなので、だいたい18ドル前後といった感じです。シニアメニューは10ドル前後なので、やっぱり他のメニューと比べると安いですね。メニューを見てたら、店員さんが注文を聞きに来てくれました。今回は、ホットコーヒーとお水を注文することにしました。店員さんはとても丁寧で、料理はもう少し考えますと伝えました。めっちゃ迷いますが、グリルドチーズサンドイッチ&スープか、サーモンかマヒマヒ、どれにしようか悩んだ結果、ハワイっぽくマヒマヒにしようと思います。サイドが2つ選べるって書いてあるんだけど、どこを見ればいいかわからなかったので、店員さんに聞いてみようと思います。アロハちゃんはシニアメニューが頼めないので、通常メニューから注文しようと考えています。メニューを見てたら、バーボンチキン、シズリンスキレットが美味しそうなので、これにしてみようかと思います。熱々の鉄板で出てくるはずです。お値段は17ドル49セントです。それでは注文します。シニアメニューからグリルドマヒマヒを注文し、サイドが載っているページからガーデンサラダを選びました。ドレッシングはいくつか種類があるのですが、バルサミコ酢のバルサミックビネブレッドにしました。そして二つ目のサイドですが、ライスなども選べましたが、シーズンドフライにしました。アロハちゃんは予定通り、バーボンチキン、シズリンスキレットにしました。注文を聞きに来てくれた時に、コーヒーが届いていました。デニーズのロゴ入りカップに、濃いめのコーヒーが入っています。フレンチバニラ味のコーヒークリーマーがあったので、これをちょっと入れてみます。少し甘めのコーヒーになります。うん、美味しいです。先に、サイドのサラダが届きました。こちらはガーデンサラダで、ドレッシングは、バルサミコドレッシングにしてみました。バルサミコ酢を使った酸っぱめのドレッシングです。チーズと大きなクルトンが入っています。これはシニアメニューのグリルドマヒマヒにセットで選べます。結構量があってお得ですね。ではいただいてみましょう。まずはキュウリから。大きいですね。ドレッシングをつけてみます。初めてなので軽めにします。いただきます。うん。すごい冷えてる。美味しい。バルサミコドレッシングがすごいヘルシーです。さっぱりしてて美味しいです。レタスにクルトン、チーズとトマトに紫キャベツが入って、種類が豊富です。もうドレッシングをかけちゃおう。このドレッシングは黒いので、見た目はあまり良くないですね。
のグリルドマヒマヒが来ました。サイドのポテトがてんこ盛りです。マヒマヒとはハワイ近海で獲れる魚で、日本名はシイラです。お皿に盛られると小さく見えますが、シイラの体長は1メートルから2メートルもある大型の魚です。スペシャルガーリック&ハーブの味付けとメニューには書いてありました。美味しそう。まずフライからいただいてみようと思います。シーズンドとメニューに書いてあったので、塩だけでなく様々なスパイスやハーブで味付けされています。うん、意外とふんわり柔らかく美味しいです。ではマヒマヒにちょっとレモンを絞ってみます。いいですね。フォークだけで切っていきます。結構しっかり厚みがあります。ガーリックとハーブのソースをつけていただきます。うん、味が濃すぎず白身のマヒマヒの味がすごい美味しいです。メニューにはディナーブレッドがつくとあったのですが、ガーリックブレッドがついてきました。これもシニアメニューの一部です。マヒマヒと一緒にガーリックブレッドもいただきます。通常メニューからバーボンチキンシズリンスキレットが届きました。スキレットとは鉄製のフライパンのことで、この上に熱々のチキンが乗っています。見た目では分かりづらいですが、鉄板は熱々です。グリルされたシーズニングチキンにバーボンブレーズが輝いています。それではいただいてみようと思います。めっちゃ美味しそうです。じゃーん、切れました。ソースのバーボンブレーズとはバーボンウイスキーをベースにした甘くて風味豊かなソースだそうです。うん、確かに少し甘めですが美味しいです。このソースはおそらく砂糖や蜂蜜、バター、醤油などが入っているので甘めのソースになっています。とっても美味しくてボリューム感もすごいです。一緒に添えられている温野菜は味付けされたポテト、ブロッコリー、ファイヤーローストされたピーマンと玉ねぎ、そしてマッシュルームです。同じソースが絡まってしっかりとした味がします。デリもあって食欲がそそられます。この鉄板で出てくるのがちょっとファミレスっぽくていいですね。サラダの続きをいただきます。うん、野菜はよく冷えてて新鮮シャキシャキで美味しいです。アメリカのトマトは酸っぱかったり味が薄いものがあるんですけど、これはどうでしょう。えい、これは甘いですね。甘くて美味しい。クルトンも、うん、やっぱバルサミコ酢のドレッシングいいな。ではこちらのマヒマヒの続きをいただきます。ガーリック&ハーブのソースが意外に上品な味で美味しいです。うん、美味しい。そしてフレンチフライも、やっぱこの山盛りなのがアメリカっぽくていいですよね。今回シニアメニューを注文してみて思ったのですが、少しお皿のサイズが小さいかなという気はします。ただシニアには十分な量だと思いました。ちょっと食べ進んでて気がついたんですけど、このポテトがめちゃうまいです。アメリカって感じのポテトですが、めっちゃホクホクしてて美味しいです。
でデニーズのシニアメニューを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。お店に行った時は午後3時過ぎだったので、お客さんはあまり多くありませんでした。店内は寒すぎず、食事をしていても快適でした。もちろんトイレも店内にあります。レストランは朝7時から深夜0時までで、一日中利用することができます。お店の中にもブレックファースト、ランチ、ディナー、レイトナイトと書かれていました。シニアメニューは美味しくて、メインにサイドが2つとさらにパンまでついてきて、とてもお得だと思いました。通常メニューはさらにボリューム満点で、野菜も多くてヘルシーな感じがしました。コーヒーのおかわりももらって、お腹いっぱい大満足です。ペロリ。お会計はシニアメニューが12ドル19セントで、通常メニューが17ドル49セント、コーヒーが3ドル99セントかける2で、40ドル47セントでした。これにチップに 10% を含めると、48ドル42セントでした。こちらがシニアメニューです。もし興味がありましたら試してみてください。ちなみに、ハレクラニやシェラトンワイキキの近くにも、デニーズはあります。年齢の確認はありませんでしたが、念のため身分証は持っておいた方が良いでしょう。このチャンネルではハワイの観光地を定期的に紹介していきます。リクエストや質問などありましたら、コメント欄よりお願いします。動画を見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったよという方は、いいね評価お願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。